はい、プロテインのカテゴリー買ってみました。グーピタってやつですね。とっても美味しそう。しっとりクッキーブルーベリーチーズケーキです。グーピタ、エネルギー51キロカロリーなんで、これだったらね全然安心して食べれます。で、タンパク質が 0.5 なんで、ちょっとタンパク質少ないな。うん、炭水化物が 10.5g か。まあカルシウムも 20mg 入ってるし、いいんじゃないですか。だからプロテインに飽きたら、これをね一つのに食べるぐらいがちょうどいいと思います。これ多分ね、中に3つぐらい入ってるんですよ。ちょっと開けてみますね。あ、3つ入ってる。こういうような感じで3つ入ってますね。これを1個食べるぐらいですか、食後に。もしくはほら、朝食食べた後とかトレーニングして、お昼ご飯の間にお腹空いたらこれを1個食べるぐらいのバランスがいいと思いますね。じゃあちょっといただいてみます。多分これ美味しいと思いますよ、すごく。ほら、しっとり風味の、あの卵ボーロのね、大きい版みたいな感じです。いただきます。外側はしっとりして、中がもっちりしたジャムが入ってますね。これがブルーベリーチーズケーキかな。ほんとケーキですよ、これ。まあでもこれね、結構ね、2個3個パクパクいけちゃうんで、これとブラックコーヒーとか避けた方がいいですね。ブラックコーヒーだとほら、苦味と甘さで両方ともどんどん進んじゃうんですよ。だから逆に甘めのホエイプロテインとこれとかね、あとお水とこれとかっていう風にした方がいいと思います。これ美味しい、下手に美味しいからね、パクパクいけちゃう。これやっぱりね、単なるおやつになってしまう可能性があります。一応ですね、鉄分、カルシウム含まれてます。食物繊維も十分入ってる。そういう意味ではとってもいいと思いますけども、これパッケージからして美味しそうじゃないですか。これはね、どっちかっていうとダイエットの敵じゃないかな。まあ糖質は 85% オフなんですけど、確かにこれ1個で抑えれるんだったらいいと思います。でも飲み物によっては2、3個いけちゃうんで、ちょっとその後本末転倒かな。あの昼食後の2時とか3時に小腹が空いたら1個食べるぐらいのペースだったら全然いいと思いますけどね。だからこれとこれって結構同じような扱い方した方がいいと私は思いました。以上です。ありがとうございました。